安さが売りで拡大するスーパーから地域密着型で根強い支持を集めるスーパーまで様々な店舗がありますがあなたは家の近くにどんなスーパーがあったら嬉しいですか今日は特色のあるスーパーの取り組みを紹介しながらスーパーマーケットに求めるものについて考えますなんか昨日石戸さんが 石戸悟が木曜、うん、の二人はスーパー行ってないですよ何だ <laughs> ろう <laughs> 何それは俺た ち、俺は庶民派だぞっていうアピールだけ。僕がい出た方がいいですよっておっしゃってました。<laughs> あいつ何なのあいつ。連打こういうマジで僕よにも。そ <laughs> うですか。普段皆さんどんなスーパー使います？あの石田さんすいません。私ちゃんと行っておりますスーパーマーケットに。日々あの僕も自炊自炊するし、あの特に家族がいるっていうか、今海外ですけど、はい、日本にいるときは料理もそれなりに作りますから、<laughs> 僕はあの近所にえっ、ー、とえっ、ー、と盛京ですね。 コープ未来っていう盛況があってそこによく行くのとあとたまにサミットがちょっとあってあと OK マートあるんですかありますあります家のそばに肉がね安くてうまい OK はいやちょうど今回ねやるにあたって OK 顧客満足度調査で13年連続1位本当圧倒的人気を誇る激安スーパーということで OK がね 銀座にあるんですよ今で私それちょっと知らなかったんですけどほらプランタンの後ビルっていうかの中にオーケーが入ってユニクロとかのビルにオーケーが入っててでその安さが売りじゃないですかで銀座にあるってどういうことと思って私行ってきました見てきましたあっにッチそしたらやっぱり今物価高だからどれもめちゃくちゃ安いっていうわけではないんですけれどもやっぱりね国産の豚肉が 100グラム6161円。オーケーはね本当にね肉のレベルが高い。高い、本当だってで、で鶏胸肉もすごい大きめでパンパンに張ってるすごい新鮮そうで美味しそうなものが270円。なるほど。結構すごくないですか。すごいすごいあとプレモル190円。やばいですね。コンビニで買うより安いですね。中田さん、ちなみにどこ行くんですか。私はあのお店の周りだったらあのいろいろその足らなくなった。 あキャベツとか、かあの発注してるところが、あもうあるんで、お店に大体届くんですけど。うん、なんか足らなくなったってなって、買いに行ったりとか、することがあるんで。うん、お店の周りのこん、あのスーパーは、あの全部熟知して,て。赤坂、<laughs> 赤坂近辺の、スーパーパ熟そっか、赤坂何がある。えっと、丸越プチが。丸越があるのか。プチじゃないのかな、今、なんか、あの結構、ちゃんとっていサイズになったんですよね、移転して、場所が変わって。そっか、だから、赤坂はちっちゃい、あのね。 高い場物件高い場所だからちっちゃめのスーパーみたいなマイバスケットみたいなああいうのが多いんですかねいや丸八も結構普通の大きさがまあちょっとまあちょっとちっちゃめぐらいなんであと肉の花まさあとあと吉池っていうスーパーがあってそれがあの。 はい、ありますあのいろんな何かね他のスーパーだと置いてないようなものとかが置いてあったりして見たことない調味料とか見たことないメーカーの,そのなんかものが置いてたりとかヨーグルトとかもすごい種類豊富だったりとか<ー>あの普通に何か買うにしてもいっぱいもいろんなものが。 ガッと入ってるんで、うん、あの結構僕のことなっちゃうんですけど僕実はあの消費者側としてもスーパーやってもちろん行ってるんですけど、えー、実はあの僕北海道を独占してる盛況があって、うん、まあスーパーマーケットですね、うん、そこをコープ札幌っていうんですけどうん、うん、コープ札幌の僕理事なんですね実は。うん 月一で札幌行ってるんですけどそれでコープ札幌に札幌北海道行って北海道中のコープ札幌の店舗も,もう見まくってるのでスーパーって奥深くて面白いよねうん、うん、すっごい奥深いですよさっきの天井の話あったじゃな、はいあれ実はあの棚っていうかあるじゃない棚っていうかのあのこの陳列する、はい、あれが実は低い方がいいんですよ。ほうなぜかっていうと見張らせるから。 スーパーパ全体があ<ー>だからそうするとね広く見えるんですよでも低くするには品揃えを揃えなきゃいけないし、うん、在庫を減らさないといけないんですよ、はい、だからそういう力のある会社でないとねそこをね低くできない<ー>でもそれができてる会社は低くて見晴らしがよくなってる<ー>とか知らないじゃん知らない実はねそういう奥深いなんかいろいろありますよ皆さんそ<う>努力と工夫て 一周すれば自分の好みかどうかわかるもうはっきりしませんちなみにどこ好き言っっちゃていいですか私はねドリームライフと呼んでるライフがありましてライフの中のはいこれドリームライフですけれどもあの恵比寿と渋谷の間にあるライフあの大通りの歩いていく あるね。<何>メイドゾーにライブあったっけ？あるライブなんですけど、何がすごいの？あるあるまず二階建てなのに天井高いです。うん、うんし。もう品揃えも半端ないですし、うん、まあ値段もそれなり。 でいろんなもの買えますで何私がスーパー行って嬉しい時ってあれも欲しいこれも欲しいあしこれも買いたい,いみたいなものがいっぱいあるので<あ>夢が詰まってて何でもこんなに素敵なものがあるっていう状態がいいわけね。でお豆腐は絶対波乗りジョニーがあるとか好きなものがあるみたいな。<laughs> <laughs> 時に高まりませんか？うん、ああ確かに確かに、うん、それはドリームライフなんだ私はドリームライフって呼んでて、うん、まあただ別に家そっちの方じゃないんで <laughs> 面白いね僕ちなみに好きなのはあのまあ実際コープサップもめちゃめちゃ好きなんですようん、うん、でえでコープサップもめちゃめちゃ店舗良くて、うん、でねまあ現テンポにまず元気がある、うん、すごい活気があるディスプレイとかあるじゃないですかいろいろはい、はい、あのなんていうのあの 壁紙みたいな貼ったりとかうん、うん、そういうのがすごかったりっていうのとあと僕ねお惣菜なんだよね。はあうん、でコープ札幌ってなんか北海道だから、うん、なあのホッケのフライとかあるわけ。ああなるほど。めっちゃうまいんだ、うん、そんなことしていいんですか。うんうん、あとねあの独自の PB 商品の豊彦っていうスイーツ作っててそれめちゃめちゃうまいんですよ。えー、豊彦めっちゃうまいんですよ。まあ、バカらしいんですけど。えーえー あと最近なんだっけ名前忘れたけどあ稲造っていうおにぎり始めて具がめちゃめちゃでかいなおにぎりがあってすじこぶわーみたいなすじこでも北海道そう,そうだからいやもう,最もう超テンション上がるいいですね僕は今結構スーパーってねお惣菜重要なんですよやっぱりお惣菜コーナー強いスーパーって強くて東京だとサミットさんが強いですだからい,いいですよねサミットのお惣菜例えばね福岡県を中心に 展開する激スーパーパのトライアルあトライアル有名だね、はい、今では全国200店舗以上を展開しているっていうことでもともとシステム会社なんですってねで IT の力によって効率化して安さを重視してるんですって、うん、で買い物のカートあのお買い物する時にガラガラガラって引く、うん、あそこにタブレット端末がついてて、うん、スキャナーが搭載されてて、うん、スマートショッピングカートこれ通称レジカートを利用可能だと。うん 在庫が薄くなってきたときに機能する自動発注システムを導入、うん、だから全部その IT の力を使ってこの安さを作り上げているっていうすごい工夫じゃないですか中田さんどうですか中田さんスーパーの好きなポイントは何を求めますか,ますかあなたあえなんだろうなんかあの私元町ユニオンが一番好きなんですけど何それ <laughs> 元町ユニオンが圧倒的に好きだった,だったえ、それはどこ元町にあるの <laughs> えっと 元町もあるの,かなあのえっと日新塾に以前あんまり言ってなかったんですけど、うん、住んでたことがあって<ー>、はい、でそこにあってあそこにあ,あんな高層ビル街にお住まいゃったんですか <laughs> いや元町ユニオンどんなところが好きだったんですか、まあ、広くててすすごい充実してるんですよなんかで店内に に取り扱ってるフルーツとかも全部美味しくていわゆる高級系ちょっといいんですよちょっと自由ガーザガーデン的な安いのも全然安くも売ってるんだけどあのちょっといいのも売ってるみたいな感じで幅広く置いてくれてるんであのこれはあの安くて私はいいあのひき肉買うときは安くていいやとか思っててもあ、 この肉買うときはちょっとや高いの買いたいとかのあの。そうで元町ユニオン。元両方を買えるから。なるほどね。だから要するに正常石ーシーとなんかオークマートのいいとこ合わせだみたいな。まあみたいな感じです。いいです。全安いのも全然置いてるしっていうのがいい。でこのユニオンブランドっていうのがあるんですね。そのスーパーのオリジナルブランドのジャムとかも出してるんだ。そうなんだ。しかもスマホ調べですよ。パンパンとかも置いてたりするし、惣菜も全然あの焼いたパンも置いてる。 あのスーパーの中に入っているパン屋さんがあるとは嬉しいですよねある。あ,るあれはたまらないですよね、うん、あとお惣菜を手作りで出してるとかあ、俺思い出した俺ね絶対かき揚げ買うんだよ俺<ー>天ぷらの絶対かき揚げ付きで<ー>売ってるじゃないですか大体パックではい、はい、あれ買ってあの 車で食べていくんですけど車の中中でむしゃ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 って食べてめっちゃこぼれるやつじゃんかきあげて車の中じゃ絶対嫌ですよでも天ぷらはすごい出ますよねスーパーによって味。出る出る出るあのエビがなんか最後まで入ってないとかありませんか出る出る出るただやっぱね今ね私たち話してたら結構品揃えの中でこお惣菜がいいとかお肉がどうとかって話出ましたけれどもこちらの本名王家中山純一さんは 東京都大田区にお住まいなんですけれども、うん、独身中年男性の私がスーパーに一番求めるのは営業時間ですああ、そうだよねださっきの24時間みたいなやつだよねやっぱり仕事帰りに空いていてそれなりに品物も残っていてほしいそ,その点近所のスーパーは朝7時から24時までの営業でとても助かっています,すい、ね、休日は早朝におでんの具を買ってきて鍋いっぱいにおでんを作り 一日中おでんをつまみながらお酒ダメ人間満喫です営業時間の長いスーパー最高としかも多分ちゃんと品揃えがあると最後の方売れ残ってるやつほら安くするじゃないですかははい、はい。だから結構安く帰りに帰るみたいなっていうのがあるんですねだから営業時間派もいらっしゃるんですよなるほどねだから 営業時間派、俺お惣菜派、うん、で中田さんは高級志向がちょっとある派、選べる派、る派ちょっと選べる、両,両方変える。で、うん、西川さんはドリーム派ですよね。ねドリームライフ派。ドリームが。<laughs> ドリームが。<laughs> カルディとかにしか置いてなさそうなお菓子とかが置いてあったりすると嬉しいんですよねスーパーに元町ユニオンは置いてるんですけどすごい幅広い元町ユニオンそういうのが嬉しいそういう意味ではちょっとさっき今の今比較的庶民の行くオ k ケーみたいなところとあとさっきから名前出てる紀ノ国屋とか成城市とか十五川ザ・ガーデンとかちょっと高級な感じのするやつがあるじゃないですかあっちも行きます私本当に気なっっててたんですけどそうういところ スーパーパって家ののの近くく場所に行くものじゃないですか私も昨日その銀座の OK って思ったんですけど、はい、ここでお買い物されてる方はど誰って思ってそしてその,ないのえお住まいの方なんですかねの最寄りなのかなそれかお仕事終わりに寄って電車にすうん、うん、乗って帰るのか。 かわかんなかったんですよ。あと車で来られたのかとかが。僕は車です。ちなみに。 車かか、まあ、帰るるもあるかなあの僕は荻窪なんで荻窪、はい、ってあのルミネがあって、うん、その階近い階が十五川ガーデンなんですよ。うん、でそこを行くのはやっぱり通勤の帰りかあとそのさっきのマッサージをしに僕家から車でたまに行くんですよ。<ー>で安い駐車場があるからそこを止めて、はい、でそこでマッサージを受けておならしないですけどね。<laughs> でそのあとで十五川ガーデンで買いますねやっぱり。<ー>やっぱこれ持つの大変じゃそそそそう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 ,そうか スーーパっ買いいい物ぱするからね私も銀座でちょっとネギ買うの恥ずかしくてネギって出るじゃないですかいやそこでネギで買った方がかっこいいじゃんかっこよくない銀座に歩いて帰れる人なんだそうそういうことだよでも電車乗るんですよ私電車乗らないで帰れる人確かにしながらまずネギでそのほらすき家橋の交差点とか歩くとあの人ちょっと住んでる住みのな。住まいかなっていうなるほど何かのついでに行くみたいなのありますよね そそれこそまあスーパーって言っていいのかわかんないですけどカルディとかだとそれ近くにあるから行くっいうよりはなんかのついでに行って買って帰るみたいな感じじゃないですかだからみんなど,どうやって利用してるのかなっていうのがすごい気になりましたね。そうね、うん、あとはロピア<あ>、うん スノ、はいね、ッピーは大躍進中ですよね、今ね5年間で39店舗から88店舗へ急成長してて、売り上げが3倍で、はい、今、勢いに乗っているスーパーで、もともと精肉専門店だったんですって、はい、だから精肉コーナーが一般的なスーパーのおよそ3倍の広さ。これ僕、僕、実は社長さん知ってまして、<ー>実は結構交流あるんですよ。<ー>で、やっぱ2代目なのかな、お父さんの後ついで、すごいやり手の人で、うわ、んまあ、すごいですね、上,上手。う もう割り切ってますよね。今有名なのが、あのまあ肉が強いっていうことと、むちゃくちゃ安いっていうことと、あとあの実は現金だけしか使えないんですよ。えピアね。珍しいですね。クレジットカードもペイペイもスイカも使えない。でもそれをやることで、例えばえっとそういうレジの余分な投資いらないですよね。それからあの現金決済なんで、えっとあのお金がすぐ入ってくる。あのでクレジットカードとかだとちょっと時間かかってるじゃないですか。そういうのもないし、それから あのそうねそれからそう手数料とかを、うん、あの払わなくていいしクレジットカード会社に、うん、それから何、えー、といっても店員さんがやりやすい決算主段が1個しかないからとかいう理由でこういう割り切りを揉み切ってやることで大胆にコストを下げて。 やってる会社ですね今ここは伸びまくってて本当に今人大量にエース級を採用してますねいっぱいだからやっぱ今は本当にオーケーとロピアに注目が集まってて急成長今ねロピアは確か神奈川出身のスーパーで神奈川県でずっと強くて今いろんなとこ出てるんですけど最近実は関西に進出しだしてて実は関西のスーパーはかなり脅威に感じてますすごいですねでも私 元町ユニオンを知らなかったからねやっぱすごいそれぞれね地域移植出ますよね出ますよね出かにもかスタッフいっぱい調べてくれたんで今回ね緑スーパーっていう春日部の商店街にある1店舗のスーパーで地下神殿クリームパンや大谷パンっていうの 中田さん好きそうなんスイーツの声で独特の商品開発をしているスーパーもあるということで、えー、ちょっとね引き続き、まあ、いろんなあのスーパーの資料をご紹介しながらあなたのご意見メッセージでお寄せくださいメールアドレスおいでよアットマーク j o q r ネット。あなたがスーパーに求めるものぜひ教えてください